子供使いは2017年6月17日公開の日本映画。主演は滝沢秀明。郊外で起こった連続不審死事件を調べる。新人記者の江崎俊也は、被害者の大人たちが死を遂げる3日前、何らかの事情でその大人たちに関わっている子供らが失踪しているという共通点や、その事柄と内容が一致する子供の呪いの噂を知る。さらに、 彼の幼馴染みの近藤はじめまでもがその事件の被害者となり、それに関係していた子供が事件の直前に口ずさんでいた歌を聞いた俊ュは事件についてさらに調べを進めていく。一方で、俊ュの恋人で保育士の原田直美が、ふとしたことで自分が目をかけていた児童の笠原蓮から恨まれ、例の子供の呪いをかけられてしまう。 春夜はその呪いにより命を落とす三日後までに、ナオミを救うべく、彼女と二人で、子供の呪いを調べその確信に近づいていくが、そこに、事件の黒幕である、子供使いと七人の子供の霊が姿を現した。本作は映画、ロスとチルドレンをヒントに制作された。また、子供使いのキャラクター性は、ハーメルンの笛吹き男をテーマにしつつも、 大まかなキャラクター性は監督の清水本人の性格をもとに構築された。清水は子供使いのキャラクター性については演者の滝沢秀明にしか明かしていなかったものの、共演者の門脇麦にも見抜かれていたと、日本のウェブメディア、ホラー通信とのインタビューの中で明らかにしている。ひねは淳法2018年3月下旬映画業界決算特別号、P33、滝沢秀明。 清水隆子供使い、公開日が6月17日に決定。映画ナトリー、株式会社、ナターシャ、2016年12月24日閲覧。滝沢秀明が映画初、主演、清水隆史のホラー、子供使いで、見たこともない役どころ。映画ナトリー、株式会社、ナターシャ、2016年10月10日閲覧。ABC、映画、 子供使い、清水隆監督インタビュー、大人を直る、子供使いのキャラクターは僕自身まんまなんです。ホラー通信、2021年8月29日閲覧。角脇麦、清水隆監督が語る、子供使いの新たな挑戦角脇、恥ずかしさを払拭するのには、時間がかかった。リアルサウンド、リアルサウンド映画部。 2021年8月29日閲覧、ありがとうございます。